見なさい。何が見えるか。多くの国民と王国が見えます。異邦人の国民とその王国である。神の御霊がこの異邦人に働きかけ、囚われの身から逃れ大海を渡ってゆく。この書物の意味がわかるか。わかりません。あなたが見ている書物はユダヤ人の記録で、主がイスラエルの家に建てられた誓約が載っており、聖なる預言者たちの語った多くの預言も載っている。それがユダヤ人の口から出てきた時には主の完全な福音が載っていた。この主については十二使徒が証しをしている。あなたにはあらゆる教会にも増して大きな忌まわしい教会が設立されるのが見える。教会は分かりやすくて尊い多くの部分を子羊の福音から取り去り、主の多くの制約も取り去ってしまった。子羊の福音からこれらのことが取り去られたため、非常に多くの人がつまずき、まことにサタンがその人々を大いに支配する力を持つほどになる。神の子羊は言われる。その日私は異邦人を憐れみ、私の福音の中の分かりやすくて尊い多くの部分を彼らに明らかにしよう。見よ、子羊は言われる。あなたの子孫に私自身を表し、私が教える分かりやすくて尊い多くのことを知るさせる。そしてあなたの子孫が滅ぼされ、また不信仰に陥り、兄たちの子孫もそうなった後、まさにこれらのことは隠されて、子羊の賜物と力によって異邦人にもたらされる。異邦人の中で見たそれら後の方の記録は、子羊の十二使徒から出た初めの記録が真実であることを立証し、その中から取り去られた分かりやすくて尊い部分を明らかにする。またそれらの記録は、神の子羊が御父の御子であって世の救い主であられること、すべての人は救い主の身元に来なければならず、そうしなければ救われないことを、すべての部族、国語の民、民族に知らせる。神の子羊は言われる。私が大いなる驚くべき技を行う時が来る。その技は永遠のものである。神の子羊の教会に属している者の数は少ないです。神の子羊の力が地の全面に散っている子羊の教会の生徒たち、すなわち主の聖約の民の上に下る。彼らは義と神の力と思って大いなる栄光のうちに武装している。